すいません。こんにちは。こんにちは。神様ですか。いや、神様って。なんかちょっとモテるような感じのファッションにできればなと思って。来てたら。これが今のファッション？こんな感じ？うん、今？これなんか渋谷とか原宿で街に合ってるじゃないですか。いや、本当のこと言って。ネクストチャレンジ。具志堅用高ネクストチャレンジ。始まりますよ。よろしくお願いします。はい。テンション上がるな、この場所は。え、上がるんですか。私が45年、もっとか、47年前に東京へ来て、競泳ボクシングジムがその先にありましたね。あ、具志堅さんの行っていた競泳ジムが。はい。ちなみにその昔のジムっていうのはいい思い出なんですか、辛い思い出なんですか。いや、最初は大変でしたけど、そこからチャンピオンのスタートの、僕の人生の。はい。今日は何ですか。さん後ろ向いてください。アトモス。さんアトモスです。あ、アトモスね、はい、聞いたことあるね、アトモス。はい、アトモス、アトモス。今回なんですけど、はい、前回あの山田マネージャーに、うん、スニーカーショップアトモスさんで靴を買ってプレゼントしたじゃないですか。あ、春宿じゃないですか、はい、その、はい、アトモスの動画を社長が見てましたよ、アトモスの。ああ、ぜひ具志堅さんとコラボしたいってことで、はい、今日は呼ばれました。嘘、はい、なんかいいの もらえるんですか。どうなんですか。しかも企画は、はい、具志堅さんをコーディネートしたいと。私を、はい、この体で、はい、サイズがないでしょ、はい、サイズありますかね。具志堅さんを上から下までコーディネートしたいってことなので、はい、ちょっと早速呼ばれてるんで行ってみませんか、はい、これ入り口ですか。これ入り口です。これは鍵どこなんですか、これ。鍵はもう開いてます。開いてるんですか。はい。すごいですね。あ、ここですか。いや、すごいですね。普通ここにも目を、靴を置くんですね。ここは展示ブースですね。展示ブースね。はい。まさか、山田マネージャーの靴をプレゼントしたらこんなことになると思わなかったですね。うるかったですね。はい。社長がいらっしゃいますよ。あ、すいません。こんにちは。あ、こんにちは。社長に見えないんですけど。具志堅さん、それはいい意味ですか。いい意味っていう、ファッション分からないですよ、全然、うん。いやいやいや、あの、僕も本当に世代だと思う、具志堅さんも、あの、神様ですから、ね。いや、神様って。いや、もう本当に。40年もう近いけどね、俺は現役の時は。いやいやいや、もう本当に僕、そうです。あの、具志堅さんの試合見て、ああ、これ強いな、みたいな。本当にもう本当に僕たち あれですからね、もう本当ボクシング流行ってたっていうか、明日のジョーの時代ですからね。ですね、明日のジョー私も見ました。はい、これで明日のジョーでなんかすげえ強いなこの人、本当にやばくねえみたいな。強くはなかったけどね、やっぱり。いやいやいや、でも13回あの防衛してるじゃないですか。はい、頑張りました。はい、いや僕もあの14回目、はい、あの多分沖縄でやったんだと思うんですよ。はい、これで負けた時、はい、みたいな。それで僕また復活するのかなと思ったんですよ。はい、あ、復活しない男らしいなと思って。いやもうね、全然関係ないですけど、はい、今の具志堅さんと当時の具志堅さんってイメージ違いますよね。はいはい、いや、あの本人ですよ。いや昔すげえ怖かったですよ。いや全然昔はボクシングはしとったんですけど、本人ですよ。はいはい、全然怖くないですね。今女の子にもぶん殴られますね。いや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 、蹴られてですね、あざが出ちゃったのよ。蹴られたんですよ、蹴られた。具志堅さん、それは空手家やから仕方ないです。あ、そう、はい、ちょっちゅね。ではアトモス社長、本名秀文社長。はい、どうもよろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。本当に雰囲気がもう全くの靴のね、社長にはもう見えなかったんですね、私は。いやいやいや、もう本当にこんな商売、僕あれなんですよ、25年ぐらいやってるんで、毎日靴を売ってるみたいな。だから漫画家かなっていう感じもしたんですよ。漫画家の方かなと思って。ちょっとクリエイターの感じですね。はい、芸術なんかかなと雰囲気はありますよね。はい、社長、ちなみにあの具志堅さんと世代とおっしゃってたんですけど、はい、いくつなんですか。いや僕53です。一回りかな、ちょうど。いやだから僕たちが、育った時に具志堅さんが超活躍してて、
具志堅すげえな、みたいな、具志堅なんて言ったら怒られるわけで、知らなかったね。俺ね、具志堅とか陽子とか言うんですよ、俺のこと今。いやー、陽子、もう本当に強かったっすね。はい、いやー、確かにね、あの時代はもうやらなくちゃいけない時代でしたよ。はい。いやいや、本当に、だってずっと防衛してたじゃないですか。まあ、そうね、1年3回から4回試合してた。はいはい。防衛戦、あの当時は。今の感じと全然違うんですよね、当時。この人怖えんだろうな、立ちで会いたくねえな、みたいな。あの、そういう見えるだけなんですよ。昔のだから、あの、ジムの会長たちは言うじゃん、つって、あの、喋っちゃいけないと、はい、もう黙っとけとか、はいはい、このボクサーはね、こうみんなやっぱりただリングで結果を出しても、こういう試合をやればいいんと、そういうことを言われてたね、だから、はいはい、うん、だからあんまり人と接触もない時代でしたね。いやいや、なんか本当にこんなことを言ったら怒られるかもしれないですけど、はい、今のあの古老の地っていう、うん、あの薬剤外科がやってるんですよね、うん、それにも十分出られるような噂がありましたよね。ちょっちゅね、本当にいろんなね、あの、いや、出されましたけどね、テレビとか映画にもね、はい、それこそ具志堅さん、うん、ドッキリで花輪さんにガチ切れドッキリした時、うん、花輪さんほんまに怖がってましたもん、うん、あの顔が怖いっていうのとはやっぱりお話をしてやっぱりそういうのを判断してほしいんですよ。顔だけで判断しちゃいけないんですよ。いやいやいや、もう本当に今話して本当になんかこう優しい人なんだろうなみたいな。いや、なんか女の人にすごいモテそう。あのチャンピオン時代モテるわね。ああ、今ダメですか。今どっかのおじさんスタイルが違うみたいですね、今の子たちと。はいはい、なんか本当になんかまっすぐ進むって感じですよね。いや、だからああいうボクシングができるんでしょうね。あの、しなくちゃいけないって状況になったんですよ、世界チャンピオンになって。あ、それまではもう歌舞伎町でもうずっといましたよ、私。あ、ディスコとか、はいはい、24時間喫茶店とか、はい、そういうとこで遊んでたんですよ。え、それがチャンピオンになってもう遊べないですよね。それが言われたんですよ、みんなね、絶対悪いことできないよとか。そうですよね、はい、でもあの時だってどこ行っても見つかるんじゃないですか。具志堅さんだって、具志堅さんだって。あ、だから悪いことはできなかったですよね。そうですよね、一時。あと今日来ていただいたじゃないですか、はい、ちょっともう少しなんかこう原宿ファッションっていうか、はい、うまくなんか具志堅さんをなんかかっこよくするみたいな、はい、まあその今モテないけど、はい、なんかちょっとモテるような感じのファッションにできればなと思って。だんだん見ようねんとか言うこと。いや、具志堅さんも今のままでもかっこいいです。いやいや、もっとかっこよく行きたい。もっとかっこよく行きたかったんですか。テレビの衣装ですね、あ、自分で選んでるんですよ、はい、具志堅さんだからあれですよね、結構ファッション好きですよね。好き、だから自分でみんなあれつけてるんですよ、うん、はいはいはい。ちょっとストリートファッションでもしできればなんか次なんか出てもらったらちょっと雰囲気違うんじゃないのかな。そうですね、具志堅さん、このチャンネルネクストチャレンジっていうチャレンジなので新しいファッションに今日はチャレンジしていただこうと思います。女の子に持ってたらどうするの。いや、あの、奥さんと話してください。それあの、僕たちに聞かないで、それ持ってた時は奥さんと喋るみたいな。ちょっちゅね、あの、僕たち今ここに服があるんですけど、あれどういった服が好きですかね。あ、靴だけじゃなくて服も。そうです、服から行きましょう。服から。僕たち思うんですけど、俺全く分からないわけなんですよ。自分で何が似合うかっていうの分かってないんですよ僕は。どういう形とかどういう色とか全く分かってないんですよね僕は。だからまあ黒目が僕は好きなんですよ。上下ね、黒目が好きで、はあ、なんか今年だと例えばベロアとか。何ですか、ベロ。ベロアって、あの、こういうなんか素材の商品が、売れるんじゃないのかなと思ってるんですよ。ちょっとなんか悪っぽい感じなんですよね。こういうの昔なくなかった。そうです、それがまた、昔のジャージなんですけど、昔のジャージがもう今の若者は新しいみたいな。現役の時なんかあったような気がするんだよね。そうそう、これが今の現在の。そうです、それで本当はタトゥーとか入れてないですよね。
と普通今の若者はタトゥー入れてこういうのをここら辺まで下ろして、それでまあ変な話ここら辺からずっとタトゥーしてるし、ここら辺までしてますね。こう言ったのが今売れてるんですよ。社長、でもそれだと具志堅さんいかつくなりすぎないですか？いやいや、でもそれに例えば単純な靴をなんか後ろ踏んでるじゃないですか、靴スニーカーを履く。組の事務所の前で若いのがなんかこう上下つけてるのいっぱいあるじゃん。いやいや、それ見られるでしょ俺。いやいや、全然全然逆に本当に。いや、じゃあちょっと一回着てみてくださいよ。でこれサイズはあるんでしょ、いくつか。はい、こんぐらいのちょっとダボっとしたのが、うん、あの人気なんですよ。ダボっとした、はい、いやピシッとじゃなくて、ピシッとしてるとなんかこうちょっと運動するのみたいになっちゃうじゃないですか。あ、そう。ストリートは今はダボっとした感じなんですよね。はは。じゃあちょっとこれ着てもらって、はい、いいですか？はい。着替えは、あ、ここです。具志堅さん、髪の毛、髪型とヒゲもあるんでだいぶいかつくなるんじゃないですか？これかっこいいと思う。いや、だからなんか違うんだよな。俺が今考えつと今考えつとの先ほど。いや、俺に似合うっていうのはすぐなんか、はい、いやいや、サイズよ。いや、サイズは大きめがいいです。サイズ関係ないの？はい、いや、もう絶対大きめがいいです。キャップ閉めるんですか？ね、はい、全部閉めちゃう、おかしいんで、普通に閉めてください。普通に閉めるの？いや、ほんと、余計みんな怖がるでしょ。いや怖がるでしょみんな。いやいや、これいやかっこいいっす。いや、みんな怖がるよこれ。具志堅さん一回出てきてもらっていいですか？これジュージュって、これジュージュ。似合ってはいます。いやいや、何が怖いかっていうと、多分あとは靴なんだと思うんですよ。靴、これあれじゃないですか、こういう靴がこれをスニーカーでやると似合うんじゃないかなと思います。靴なんですけど、僕たち一応、ここ靴あるじゃないですか。いや、これだと怖いですよ。このなんか突っかけみたいな、この革靴が怖いです。これ具志堅さん、それで一回ちょっとシャドウしてみてもらっていいですか？あ、めっちゃ怖い。いや、めっちゃ怖いです。でもでもこっから靴でだいぶ変わるんですよね。靴で絶対変わるっすよ。いやー、ちょっと待ってよ、全然想像もつかなかったぞ俺。それで社長の、いや、あとここに、この白い、これだね、この県民賞でダパンプの石さんがさ、これ履いて、靴履いてたね、白い靴。あ、そうですか。これでも後ろ踏んじゃダメですよ。こうやってこう後ろ踏んじゃってるじゃん。すいません。これ白い靴でと若者のストリートっぽいじゃないですか。ストリートっぽいが具志堅がいい役者。いやいやいや、全然絶対みんな寄りついてこないんじゃない、逆に怖くて。いやいや、これかっこいいと思います。これどうですか？いい感じですか？めっちゃいい感じです。めちゃくちゃいい感じですね。めっちゃ結構似合ってる。あれちょっとこれ20代じゃないこれ格好するのに。いやいやいや、20代でしょ。いやいや、でもこれ本当に何ですか、ガールズバー。若い女性にモテるってことじゃないですか？いやいや、それでもう少しあれだったら JG、 これあれしてもらったら、あ、見せてもらったら。これボクサーじゃなくて歌歌ってるんですよ。別に歌歌ってるっていうか、トミーハンズとかなんかすごいミドル級の強いのいたじゃん。はい、やっぱりみんなかっこいいから、強いチャンピオンに見えるもんな、あのボクサーの。で、具志堅さんが見てると多分みんなボクサーに見えるんですけど、僕たち見ると JG っていうやつに見えるんですよ。具志堅さんどうですか、これで県民賞のロケ。県民賞ダメですか？いや、ロケに行けるのこれか。いや、もうそのままもう帰ってくださいよ、これで。いや、ロケ行けるのこれ。これで一回どうですか、ちょっと若い女性の意見も聞いてみてどう。いやいや、これテレビのロケに行ける。あ、全然、てかむしろめちゃめちゃいいです。だ、ぐし、まさかぐし君の方が全然若い。めっちゃ、さっきより全然いい感じに、原宿っぽい感じで、やっぱなんか昔な感じが
なんか出てくる感じですね。これジャージ着てたら。これが今のファッション？こんな感じ？今？スニーカーもめっちゃマッチしてます。いや、これ怖くないよね。全然。なんか。街にいても原宿歩いていてもおかしくないし、全然おかしくない。これなんか渋谷とか原宿で街に合ってると思います。いや本当にこと言って本当にいいと思いますガチで思います。昔はこうだ原宿とかああいうのがなんかすぐ田舎から来たっていう感じがあったじゃん。あ、ね、それが逆に今は逆そうなんですよ。今本当にこういった格好がすごい流行ってる。いやだって今の若い芸能界、若い男の子の子もこんな格好するの。そうですね、具志堅さんこれでダパンプ入れます。これいやこの間なんか一社がこういう格好後ろ、これ同じ靴履いてたな。ちょっちゅね。ちなみに社長、はい、具志堅さんがまだ疑心暗鬼でもう一パターンぐらいなんか綺麗めな感じとかって。あ、綺麗め、綺麗めだと、すいません。これそう、アウトレイジに出てきそうです。怖い、怖い、うん、具志堅さん次はちょっとファッション具志堅さん的にちょっといかついってことやったんで違うパターンを。どうですかこうやって普段試着とかもされるんですか具志堅さん。いやーめったにしてない、うん、MC の人たちもでっかいの作ってたもんな。次はなんかこれでニューバランスの T シャツと、うん、これ三原って言うんですよ。三原っていうデザイナーの、うんうん、あの今回オリンピックで、はい、なんていうんですかね、ピアノ弾いたのが 上原ひとみっていましたよ。あれの旦那が作ってるんです。これうわちょっと着てみてください、はいはい、これもまた具志堅さんが絶対普段着ない服ですね。持ってない、はい、ちょっとお願いします。次も楽しみです具志堅さん、はい。面白いな。 YouTube じゃないとできない企画ですね。これまた違った感じでどうですか。あ、具志堅さんかなり若くなりましたね。もうまたこれはこれでなんかちょっと違った感じ、うん、今若い、はい、芸人さんもつけてるよこういうダブダブを。そう、なんか思い出した、うん、僕たち靴屋なんでこれなんかこの靴がまたちょっとあれかななんて思うんですよね、うん、これつけてた。これ社長シャツはどうなんですか、締めてた方がいいんですか。いやまあシャツはまあこれ締めてた方がいいですよね、うんうん、はい。ここで今度は靴はこれニューバランスの靴なんですよ。プロ、プロがあると、はい、あれなんですよね、こうニューバランスっていうのが人気があるんですよ。これどうですか、またちょっと違った感じじゃないですか。これもう靴が違うとなんか、いや全然どうですかね、全然違うな。どうですか具志堅さん。全然違うね。これなんか全然、これなんかちょっと大人っすよね。軽いな、はい、靴一個でちょっと違うんだと思うんですよイメージ、はい。具志堅さんこの後アトモスさんの YouTube の方で、うん、対談するんですけど、はい、これで対談しますか、それともさっきの服で対談しますか。いやせっかくだからもうこれでしょ。じゃあ具志堅さん、はい、どうでしたか今回の企画。いやもっと早い対応教えてくれないですか。どういうことですか。こういうのはやっぱりこれはもう本当に今までない企画ですね。具志堅さん、はい、ファッション企画やりたかったんですか。そうですよ今回あれですね、じゃあ具志堅さんがファッション企画やりたいってことなんで今回はまあ多分秋ファッションやと思うんで、はい、うん、ちょっと冬もやりますか。あ、冬は冬で、はい、資金全部やりたいですね。全部やりたいですか。やりたいですよ、はい、じゃあ次第2弾交互期待ということで、はいはい、いや最高の企画でしたよ具志堅陽光ネクストチャレンジ、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。